様です。お疲れ様です。今日はどうしたんですか？これからちょっとゴールデンウィークだったり夏休みだったり行楽シーズンじゃないですか、うん、そうなのでビープルスタッフたちのこうリアルな旅行の持ち物っていうのを知りたくて、ぜひそれを YouTube で撮ってほしいなと思ってます。もちろんです。お願いします。撮影しましょうか。はい、行きましょう。はい、小林さんの旅行に持っていく必需品ご紹介お願いします。はい、今回私は1泊2日でふるさとである山形県への帰省ということで、パッキングをしております。まずこちらがお洋服関係ですね。自然豊かな場所なので持っていくものはだいたいスウェットとデニムと、あと本当にワンピースだったりとかシーンに合わせて選べるようにこのあたりを簡単にパッキングしているのと、これは甥っ子にギフトしようかなと思って今回持ってきます。まずスキンケアからいきますか。はい、すごい気に入ってるアイテムがあるともうこのまま持っていっちゃいます。ミラリオーガニックのアイテムなんですが、陰と陽ってやっぱり人間あるっていう風に言われてるんですけど、陰の自分に意識を向けるっていうようなコンセプトになっているので、香りだったりも本当にリラックスできるようなアイテムになっております。化粧水と美容液とクリームですね。松木さんやっぱりクリームが一押し。一押しです。このね、なんかテクスチャーがまた面白いよね。そうなんです。少しもちっとしたようなクリームになってるんですが、香りが何よりもベルガモットの香り付けになってるので、少し紅茶のような深呼吸しながらリラックスタイムに使っていただきたいアイテムとなっております。あとはシートマスク。シートマスクに関しては結構気分で選びたいので3枚ぐらい入れて朝晩使う。あとはミラリだ。そう、確かにミラリハマってますね。私あのヘアオイルとバスオイルはもう一つのもので済ませたいタイプなので、このオーバーエフェのリチオイル、ヘアも、ボディも全て一つで済ませます、うん、これはもう優秀ということで、スキンケアはこのぐらいに。メイクいきますか、うん、極力メイクアイテムも移動が多い時だったりは少なめにしたいと思っているので、うん、こちらすごいおすすめ、セルフォークのシームレスフェイスパレット01。これがですね、コンシーラーとあとフェイスカラーとチークカラーだったりが一つのパレットで済んでしまうようなアイテムなんですが、日焼け止め塗った後に気になるところにこのコンシーラーを乗せたりとか、クマのケアだったり、あとハイライト、毛穴のケアですね、うん、こちらがチークでしたりも使えるので、しかも2色展開なので、あの肌色に合わせて使えるっていうのもおすすめ、うん、リップ。うちあのリップ使ってるんですが、これが5番のピグピンク。てってれーん。お、私なんてキャラものが好きなので、トゥイーティーコラボ、ブルーのトゥイーティーって見たことありますか？ない。こちらがですね、リミテッドで、パール入りになっているので、うん、普段使ってるこのアイテムのパール入りということで、まあ、今すぐ開けてもいいんですけど、ちょっともったいないのでお守り代わりというか、ね、持ってます。私これリップにこのまま塗って、あとはもうチークにもポン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 と塗って、もう一つで二役。今日もつけてる？今日もつけてますよ。かわいい、ね、血色がポッと出るので、うん、一つ二役でとってもおすすめなアイテム。旅行って変わり物も大事ですよね、うん、お伊勢さんの塩スプレーとナリンのこちらハーブオイルですね。お伊勢さんはちょっとどんよりしているような空気だったりするときにシュッと使っております。あとナリンは本当に嗅ぐだけで車酔いだったりとかした時のリフレッシュになるので、あとはティッシュに数滴垂らして枕元に置いてケアしたりしておりますね。はい、メイクはこのあたり。こちらが竹繊維を使ったサニタリーアイテム、生理用のナプキンなんですが、生理用のナプキンって結構持ち運びが大変だったりすると思うんですけど、うん、これはパッケージがデザイン性があるので、カバンにこうポンと入ってても違和感なく可愛い、うん、見られても嫌じゃないよね、これね、とっても可愛い、うん、祖父から譲り受けたフィルムカメラ、あの祖父のものなので電池交換のタイミングみたいなのが貼ってあったりするんですけど、ちょっと面白いのでこのまま貼りっぱなしで持ち運んでます。あとはですね、ちょっと私の性格がすごい出ちゃうんですけどガサッと入っているインナーケアアイテム。実家に帰ると仲の良い友達と会う機会もとっても多いので、こういった個包装のものは配る用でたくさん入れてます。青粒だったりとか、あと私の大好きな蛍光補水液、
青パパイヤ酵素なんかは常に持っています。これ欠かせないですね。青パパイヤ酵素が入った梅塩野菜スープ梅塩は本当に何個買ったかわからないぐらい飲んでるので、これで大体10回ぐらいは私飲んでるかな、多分。コップになるタイプの水筒にお湯を持っていって、でそのコップの方にこれをトトトッと入れてお湯を入れるっていう風に飲んでいたりするんですけど、新幹線だったりそういうお湯を沸かせないタイミングだったりそういった時でも重宝するアイテムなので一押しですね。はい、ぜひチェックしてみてください。続きまして、はい、ナイデルビューティー PR の近田さんです。お願いします。お願いします。今回はどこに行かれるんですか？バリに行きたいと思います。バリイエーイ。バカンス。そもそもこのスーツケースがめっちゃ可愛くないですか？そうなんですよ。これあのサムソナイトとスナイデルのコラボレーションの、スーツケースになってて、ちょっと大きいポーチもついてるので機能性も可愛さもバッチリっていう感じです。似合う確かに似合うじゃあ早速ご紹介させてください。はい、3泊なんでまあ 2,3 着ぐらいは持っていきたいんですけど、うん、リゾートとかでも映えるような、うん、はい、トップスとかロングスカートセットアップで着るとめっちゃ可愛い感じです。こういうちょっとシャーリングっぽくなってるようなデザインだと、うん、なんか折りたたんだ時のシワとかも気にしなくていいし、さすがですね先生洗濯も簡単なものなので、うん、私みたいにね、今みたいに入れちゃっても大丈夫なはい、アイテムになってます、うん、じゃじゃーん、部屋着です自分でいつもルームウェア持ってってます。そしてそしてポーチの中から紹介しますかね、スナイデルビューティーのヘアミスト。あ、めちゃめちゃバズったやつ。そうなんです。これすごいなんだろう、トリートメント効果もあって甘すぎず重すぎない香りですごいふわっと香るので必需品で毎回持ってってます。あ、これお伊勢さん、こういうスプレーなんですけど、単純に見た目がこっちの方が可愛くてこっちを買いました。これあの韓国で買ったハンドクリーム。あとはバリっていうことなんで、まあ、水着とかも着ると思うんで、これジョバンニのスクラブなんですけど、ハニーのスクラブとラズベリーのスクラブ。私結構肌が敏感で、スクラブの塩だとすごい染みちゃうんですよ、体が。私もそう。だから、砂糖のスクラブかつ、こんなちっちゃいね、可愛いサイズのがあったらいいなって思ったらありました。ので、これはね、絶対持っていきたいなと思ってます。甘酸っぱい感じの、はい。香りになってるのでぜひチェックしてください。あとあメイク4月に発売したやつなんですけど、めっちゃ可愛くて触り心地もほわっとしてるようなパッケージ、これがお顔が完成するフェイススタイリスト EX09 番っていうカラーなんですが、チークとハイライトがセットになってるフェイススタイリストになってます。で、真ん中のこのオレンジがチークカラーになってて、両サイドがハイライトになってます。今日もそれつけてます。パールがすごい細かくて綺麗なので、もうつけてるだけで気分が上がるアイテムになってます。プレストパウダーですね。やっぱり、なんだろう、バリとかだと日差しも強いし、暑いので、これお粉だけで、もうしっかりと日差しもカットしてくれたりとか、あとこれブルーライトもカットしてくれるんですよ。優秀なパウダーになっていて、太陽と三日月のプレスがしてあるんですけど、この三日月っていうのはあの女の子の願いを叶えてくれるんですよ。あー、そんな願いを込めたお守りコスメ的な感じになってます。あった、絶対に私が持っていくものこれです。ジョバンニのヘアセラム。もうこれはもうずっと6年ぐらいファンで、私はこのピンクの、香りが好きで、もうずっとシャンプーもコンディショナーも使ってます。なんでこれ本当にサラッサラになるので、お風呂上がりだったりとか、お出かけする前とかにも、ツヤツヤになるので、おすすめの。絶対に持っていくやつです。しかもそれロックかかるんですよね。あ、そうなんですよ。持ち込みの時。ここがスライド式になってるので、液漏れする心配もないです。心配な方はジップロックに入れて、はい。あと、最後に、じゃじゃん！おぉ！青パパイヤ酵素と、青粒です。この2つは旅行に絶対持っていくんですけど、青パパイヤ酵
素は向こうに行くとちょっとジャンキーなものとかちょっと脂っこいものとかローカルフードとか食べたいなって思うので、その前にちょっと飲んで消化をちょっと助けてくれるようなものとして飲んでます。青粒は向こうに行くと野菜不足になりがちというか、その揚げ物とかも茶色なのがとにかく美味しいので、少しでも食物繊維取れるようにこれは必ず常備して持っていきます。田島さんはママさんということで、ご家族でのね旅行とかもあると思うんですけれども、はい、今日はそのご家族で、ね、旅行する時のお荷物持ってきていただきました。ちょっと熱海でも行ってみようかな、セットです。まずは子供が4歳っていうところでまだまだ暴れん坊盛りなので移動にはおもちゃが必須なんですね、うん、子供たちの中ではもうみんな各家庭に5、6個あるんじゃないかっていうプッシュポップです。スリーコインズで売ってるこういうチープグッズなんですけど、うん、これが結構集中してくれるとしばらく自由になれるっていう。っていうのが娘セットかな。私のお腹満たせグッズエナジーバーのパウバーっていうもので、中でもこの味が気に入ってるんですけど、セサミ&デーツですね。私ゴマが好きでセサミいっぱい入ってるのでおすすめです。最近出たこの100年蜂蜜のドアメも、最近生姜レモンっていうのが出たんですけど、100キロからちょっとしか取れない蒸し生姜を使っている飴になっていて、白いお砂糖も使ってないですし、子供がなんかね飴とか覚え始めちゃう年なので、これをなんとか舐めさせながらごまかしてます。アーモンドミックスちりめんのり塩、これはね、私が食べてて子供が何それ食べてるのってなっても安心してあげられるような原材料になってます。添加物も全く入ってないですし、なんですけど塩味もちゃんと効いているので満足できるおやつです。じゃじゃん、あ全部っていうところのこれミールで、中見ると小さいマカロニみたいになっていて、面白いのがタブラとかに入れてお水入れてチンでいいんですよ。あ、スープパスタができた。そう、そうなんです。旅館とかって夕ご飯早いでしょ。早い早い早い。ちょっと小腹空いてきたなみたいになって、温泉地とかだとコンビニすら見当たらないみたいな時に、いや、めちゃくちゃいい気がする。しかもこれ全部って黄色エンドウ豆の粉 100% でできているので、小麦粉も一切使ってないですし、夜に食べる罪悪感が本当にない、うん、おすすめです。じゃじゃん、おお、ラブクロムというブランドの櫛になっていて、私がラブクロムさんの櫛が好きすぎて、メーカーさんにお願いしてお願いしてお願いして、なんとかこの折りたたみを作っていただくことが実現した商品でございます。本当に溶かすだけで静電気が一瞬で落ち着くし、溶かせば溶かすほどボリュームも収まるしツヤも出てくるし、これはもう本当にもうマストな持ち物ですね、うん、はい、あとはリップですね、うん、はい、アネリアナチュラルさんのプルプルリップセラム、程よくツヤ感が欲しいなっていう時にこれすごくおすすめで、プランパー成分が入っているのでちょっとこうぷくっとさせてくれる効果も期待できますし、ツヤ感が割と長持ちする。確かに和島さんいつもプルプルしてる、うん、やったかわいい、嬉しい。じゃじゃん、このデイジーのお花といえばマリークアントですよね。そんなマリークアントさんが今回ビオップのとコラボが実現して、何個かあるんですけど、その中でも私は折りたたんで持ち運べる大容量のエコバッグがお気に入りでチョイスしたんですけど、内ポケットがあって機能性もしっかりあります。赤字ですね、ドゥドゥドゥン、あー、じゃじゃん、小さいミニコンテナのサプリケース、あー、まだでかいのはこれが最後。これ何だと思いますか？何？水筒じゃないの？水筒かと思ったじゃないんです。見てください、化粧水とかエッセンス、何何何、乳液って書いてある。面白い。これカチャって化粧水にすると化粧水がシュッ、しかもミスト、そう、ちゃんとミストもあるんです。クリームにしたらクリームが、優秀すぎない？そうなんです。スポンって抜けるんですか？あ、スポンって抜ける、一個一個独立してるんだ。そうなんです。しかも
そう、真空になっているので容量に応じてちゃんと空気が入らないようになってます。パシャパシャ使えるカメリアウォーターと美容液がアルジタルの美容液入ってます。オースキン&ヘアさんのクリームとレミオさんのホホバオイルが入っているんですけど、どちらも顔髪からだ全身にお使いいただけるものになってて、だいたいいつも保湿系はオイルとメインのクリームと混ぜて持っていっちゃってます。と指パッチですね。たくさん食べた日の夜から朝にかけてって一番老廃物が出やすい時間なので、赤くプチッとなってきたみたいなタイミングとかでつけておきたいので、これはもうお守り的な感覚で持ってます。こちらがナナチュラルさんのカラーパレット、リップとチークと済ませちゃってます。このコンパクトさが本当にたまらなく嬉しいサイズ、うん、はい、以上ですか。以上です。今日は新井さんに来ていただきました。はい、ちょっとこのバッグでもう一泊ぐらいだと言っちゃうんですけど、ちっちゃい、大体こんな感じです。これだけ。はい、あと着替えとかちょっと入ってたりするんですけど、うどんの透明のポーチの中に何が入ってるんですか。店舗の皆様から教えてもらったいい作品たち。おお、しかも大容量。あと青粒と、個人的に一番好きなのは、うん、ダイエットとか詳しい方から、うん、食事でミネラルとかしっかり取る方が脂肪燃焼にいいんだよみたいな話を聞いたことがあって、それからちょっとミネラルにはちょっと執着しているというか、スキンケアで持ってくるんですけど、まこれ、うんうん、は30過ぎてからやっぱなんか顔のくすみとか気になるようになってきて、で一番洗い上がりがなんかちょっと透明感が出た気がするぞっていう体感がある洗顔で、ハマりすぎて出張持ってっちゃうスクラブが入っているタイプなので、はい、角質のケアなんかにもおすすめのタイプですね、はい、そしてあとトーン3連ちゃん、オイルインの化粧水なので化粧水プラス乳液みたいなイメージ、うんうんうん、で洗顔したらババババーっと顔中かけて、出張先とかでもよく大浴場行ったりとか、はい、サウナ入ったりとか、だからそういった後にもうなんか保湿がもうこれです。出張先ではすごく必ず持っていくやつ。あとなんかこれもその上から蓋する同じトーンのバームなんですけど、乾燥が気になる口周りとかひげ剃った後とか、だからそういったところの保湿に使っていたりとか、あとは、ね、これをワックスにしちゃったりとかしていて、そうやってちょっと持ち運ぶものを減らしたりとか。なるほどね。はい、今年の1月に出たブライトニングの美容液、バーム状なので本当に目周りこうグリグリ、うん、UV ケアしたいとことかに最後のせたりとか、うん、ケアの中のプラスアルファで使ってます。そしてさっきからね、私はもうずっとロコモこれが去年の3月デビューしたソソバイ風味っていうブランドから出てるんですけど、カッサプレート、これを2個持ち歩くのがすごい大好きで、頭皮と顔ってつながってるじゃないですか、はい、でやっぱ30過ぎてからすごく顔重力を感じるようになったというかここにこうやって2つ当ててグッと引き上げて、顔のこの目周りとか、うん、このフェイスラインとかこう引き上げたりとか、あとパソコン使ってて目周りが使われた時は生え際のあたりこうやってゴリゴリやったりとか。確かに2つあると便利ですね。はい、でちょっとやっぱりお酒飲んだ翌日とか、うん、いつも以上にむくみとかが気になる時はなんかこのここでこうやって見づらいよ、はい、流したりとか首の方にこうやったりとか、うん、っていうのを夜な夜なホテルでやってます怪しいことみたいこういうのは常にでも持ち歩いてて気に入ってるラインナップですかね、うん、特に一押しありますか。出張イコール美味しいものを食べる機会とかだってもすると思うので、なんか翌朝のスッキリ感とか多分一番出してくれるので、おっこれとかこれなのかな、うんうんうん、はい、個人的にはこれが味も含めて好きです。